パトローネの典型で、フィルムの出口に車高筆が貼られ、円筒の上下を蓋してあり、中心には写真機と連動する仕組みのスプロールがあり、内部にフィルムが巻いてある。使い捨てである。ライカ、コンタックス用のパトローネフィルカ。超小型 35mm フィルム写真機鉄ッシナの専用パトローネとフィルムローダー。上、デラックスバーコード。下。 デラックス CAS コードパトローネは写真機にフィルムをそのまま装填できる円筒形の容器である特に写真用 35mm フィルム用のものを指し英語由来のが来語、フィルムカートリッジあるいはフィルムカセットはそれ以外のものを含めたカートリッジ式のロールフィルム全般の容器を指す単にカートリッジカセットともドイツ語で単に パトローネとだけ言った場合、現代ではもっぱら弾薬を示すので注意されたい。本校では、パトローネを中心にフィルムカートリッジ全般について、詳術する。フィルムマガジンは、基本的には、写真機の部品、付属品であり、写真機のフィルムバッグと同等であらかじめフィルムを充填して用意し、撮影の現場で交換可能繰り返し使用するものであり、 それぞれの項目を参照のこと。映画の撮影機のマガジン部については、カメラマガジンを参照。1913年の最初の試作機を経て1925年に発売されたドイツの写真機、ライカは映画用フィルムのスタンダードであった3 5ト、mm、ルネガフィルムを短く切り出し、スプールに巻いて使用していたが、まず、アグフアが1932年。 世界で初めてパトローネに詰めた形で生フィルムを売り出した。1934年、ドイツコダックが開発したライカ反写真機、レチナと共に、コダックが発表したフィルム規格が135フィルムであり、これが現在のパトローネ入ジ 35mm ネガフィルムである。パトローネは写真1のように円筒状になっており、その上下には金属製の蓋がはめ込まれている。 フィルムが容器から引っ張り出される出口には車高布が貼られており、観光を防いでいる。円筒の中心には写真機と連動する仕組みのスプールが貫かれており、内部にフィルムが巻いてある。基本的には同一規格のパトローネ入りフィルムであれば、135フィルム用のどの写真機にも共通して使用可能である。パトローネの利点は写真機へのフィルムの装填。 および取り出しに際して、暗室での作業を必要とせず、不必要な露光の心配のない点である。コダックの135フィルムのパトローネは、当初から使い捨てタイプであるが、35mm フィルムを使用する写真機の新しい企画とともに、独自のパトローネの企画を発表することが、写真史上、その後もいくつかあった。ライカは、百三十五年には、 新中製で繰り返し使用が可能なパトローネ、フィルカを発売している。アッグフアが1936年に発表したカラットフィルム第二次世界大戦後、1964年に合併してアグフアゲバルトとなって、同年発表したその後継企画としてのラピットフィルムである。1958年の東ドイツの王王が発表した SL フィルムも同様である。 1957年には、スイスで開発された超小型の3 5ト、mm、ルに、ガンレフ写真機、テッシナが発表になり、135フィルムを巻き直す、形式の専用パトローネが付属した。1983年、コダックが、フィルム感度や枚数情報を写真機に伝達するために、135フィルムのパトローネ側面に印刷する、一末模様のコードの規格デラックスコードを、 発表、多くのフィルム製造企業が採用した。ローライの135フィルムはパトローネ側面が同コードに対応しておらず、手動で ISO 感度設定を行う必要がある。1996年4月に製造販売が開始された APS フィルムでは、135フィルムのようにパトローネ側面にコードが印刷されておらず、フィルムに磁気が塗布されておりその時期面に、 撮影時の設定、日付、時間、プリントサイズ、枚数指定、コメント等が記録される。左から順に135フィルム、a p s フィルム、テッシナ、エディクサ16、ミノックスのフィルムカートリッジ。パトローネ入りの135フィルムの登場以降に発表された。それよりもフィルム幅の小さな超小型写真のためのフィルムは使い捨てタイプでフィルムの創出側。 巻き取り側の両方が一体となったフィルムカートリッジが主流であった。1938年に発表された超小型写真機、ミノックスの専用フィルムは小型映画用の 9.5mm フィルムを専用カートリッジに詰めたものでカートリッジを写真機に装填して撮影、取り切り後もフィルムを巻き戻す必要がなくカートリッジを取り外して現像に出す。 1947年に出現したコーナン16や、その後継機のミノルタ16、マミア16の専用フィルムも 16mm フィルムを専用カートリッジに詰めたもので、ミノックスと同様のシステムである。1963年にコダックが発表したインスタマチックシステムのための126フィルムも、ミノックス同様、一体型カートリッジに 35mm フィルムよりも、 やや幅の狭いフィルムを詰めたものであった。その光景として同社が1971年に発表したポケットインスタマチックシステムのための110フィルムは1 6ト、mm、ルフィルムを一体型カートリッジに詰めたものであった。ポラロイドやホトラマ等のインスタントフィルムはシートフィルムとンガ子が一体化したものであり、10枚あるいは12枚を一つのカートリッジに詰めたものを パックフィルムと呼ぶ。1982年にコダックが発表したディスクフィルムは、これまでのロールフィルムと異なり、直径 65mm の円形シートフィルムに、放射線状に15フレームがついたもので、平面上のカートリッジに包まれたものであった。ありがとうございます。